首都甲子園大会に、優勝戦が行われています。西の一等協会のスタートと出てきました。今回は八王子高校の守備の面で見ていきたいと思います。ちょっと名前が一つ分からないものがこの勝負さんがご一緒にお伝えします。ほとんど攻撃を中心に見てきましたが、守備がどうなるか見ていきたいと思います。ピッチャーは秋の佐藤君です。ずっと高騰してきてます。ライトを見せました。おそらくライトが取るでしょう。